今日はティラミスケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はティラミスケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、人気スイーツのティラミスをケーキサイズで作っていきたいと思います。今回はですね、中に入れるスポンジ生地も一緒に作っていきたいと思います。ところどころにポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに、ココアスポンジケーキの材料からご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、グラニュー糖、牛乳、無塩バター、ココアパウダー、スポンジ生地はこちらの6つの材料で作っていきます。まずバターなんですが、こちらは必ず無塩バターを使うようにしてください。そしてグラニュー糖なんですが、こちらは白砂糖で代用していただいても OK です。そして今回はですね、スポンジケーキを焼くときは底付きタイプの15センチの丸いケーキ型を使っていきます。そしてこの中にはですね、オーブンシートまたはクッキングシートをこのようにくり抜いて、底の面とあとは側面はこのように細長く切って、でそして内側に敷き詰めておいてください。こちらは必ず生地を作る前に準備しておきましょう。それではまずはじめにスポンジケーキから作っていきます。まず耐熱の器にバターを入れて、そしてこの中に牛乳を入れてください。そうしましたら、こちらを電子レンジ600ワットで30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。で、まだね、バターの塊が残ってるので、これをよく混ぜて、バターをしっかり溶かしてください。はい、バターの塊がなくなれば OK です。そうしましたら、こちらは使うまで粗熱を取っておきましょう。それでは続いて、卵を泡立てていきます。このタイミングで、オーブンを160度に予熱し始めてください。それでは、ボウルの中に卵を割り入れます。こちらを軽く混ぜます。はい、こんな感じで軽く溶きほぐしてください。そうしましたら、こちらにグラニュー糖を入れて、グラニュー糖を加えたらすぐ混ぜてください。はい、でこれをね、またね、すぐ混ぜます。でここでね、ハンドミキサーを回してしまうとグラニュー糖が飛び散ってしまうので、ここはね、手動で混ぜてください。このようにね、グラニュー糖がなじめば OK です。このグラニュー糖なんですけれども、すぐ混ぜないと卵の水分を吸ってしまって、つぶつぶができてしまう時があります。なので、グラニュー糖を加えたら一度手早くね、すぐ混ぜるようにしてください。それでは別のボウルに60度前後のお湯を張ってください。そしてこの上に卵が入ったボウルを置きます。で、このようにね、湯煎に当てながら泡立てていきます。全卵で泡立てるときは湯煎に当てていただくと泡立ちが良くなります。ではまずですね、ハンドミキサーの高速で3分泡立てます。はい、今3分泡立てました。で、3分ほど泡立てていただくと、このように柔らかい角が立ちます。このぐらいです。このぐらいになるまで泡立ててください。今ね、まだちょっとキメが粗い状態なので、こちらを低速で泡立てて、最後キメの細かい仕上がりにしていきます。それでは低速で2分泡立てていきます。はい、OK です。2分泡立てました。で、2分泡立ててもね、このように柔らかい角が立った状態になります。このようにツヤが出て、とてもキメの細かい仕上がりになってます。このようになるまでしっかりと泡立ててください。そうしましたら、こちらは湯煎から外します。それでは続いて、こちらに薄力粉とあとはココアパウダーをふるって加えていきます。まず薄力粉、そしてココアパウダーを入れます。これをふるって加えましょう。これはね、必ずふるって加えるようにしてください。はい、で全部入れたら、こちらをゴムベラを使ってふわっと混ぜていきます。こう下からね、生地をすくい上げるように混ぜていきましょう。で、この時にね、ボウルも一緒に回しながら混ぜるとやりやすいと思います。はい、OK です。このようにね、粉っぽさがなくなるまでふわっと混ぜてください。そうしましたら、こちら粗熱を取っておいたバターと牛乳を加えていきます。で、こちらね、ちょっと膜が張ってる時があるので、一度よく混ぜて加えていきましょう。で、これを回し入れます。で、この2つを入れると泡が潰れやすくなるので、入れたら手早く混ぜるようにしてください。ゴムベラでふわっと混ぜていきます。はい、OK です。このように生地がなじむまでふわっと混ぜてください。で、ここでね、混ぜすぎると膨らみにくくなるので、混ぜすぎには注意してください。
それでは用意しておいた型の中に生地を流し入れます。はい、で流し入れたら少し高いところから 2,3 回落とします。これでね、大きな気泡を取り除きます。そうしましたらこちらを160度に予熱したオーブンで25分から30分焼いていきます。はい、焼き上がりました。今ね、25分焼きました。それでは少し高い位置から一度落としてください。そうすることで熱い蒸気が一気に抜けて、これ以上しぼまなくなります。それではですね、こちら肩からすぐ取り出してください。ではケーキクーラーを置いて、やけどしないように肩から外します。でそしたらこちらのケーキを裏返します。はい、でこのまま逆さにした状態で粗熱を取ってしっかり冷ましていきます。焼いた向きでそのまま冷ましてしまうと、下の方のスポンジがギュッと詰まってしまいます。なので必ずね、このように逆さにして冷ますようにしてください。そうするとね、ふわっとしたスポンジに仕上がります。さらにですね、逆さにするときにスポンジケーキよりもクッキングシートやまたはオーブンシートが長い場合は、スポンジケーキの高さに合わせて切ってから逆さにしてください。それではこちらをしっかり冷ましていきます。ではスポンジケーキが冷めたので、こちらを切りたいと思います。ではまずね、こちら裏返します。よいしょ。でオーブンシートを剥がします。底の部分も剥がします。それでは今からこちらのスポンジケーキを1センチ幅に切っていきます。1センチ幅に切るときは、このように割り箸を2本重ねたものをね、セロハンテープでくっつけて、こちらをスポンジケーキの両端に置いて、そして切っていただくと綺麗に1センチ幅に切ることができます。だいたいこのね、割り箸2本で1センチぐらいの幅になります。でこのように両端に置いたら、まずね、この割り箸自体を軽く固定します。ちょっと切ってる時にね、ずれやすいので、きちんと固定すると切りやすくなります。はい、こんな感じです。それではね、このナイフを割り箸に当てて1センチ幅に切っていきます。はい、このように綺麗に切ることができます。そしたらまたこちらを元に戻して、でまた1センチ幅に切っていきます。こちらもね、こんな感じで切れました。でこちらの残ったスポンジは今回使わないので、そのまま召し上がっていただくか、またはね、生クリームとかつけたりとか、お好みで召し上がってください。今ね、2枚スライスしたんですけれども、1枚はもう一回り小さいサイズにしていきます。一回りぐらいちっちゃいお皿を用意して、でこの周りを切っていきます。でもしね、こういったお皿がない場合は、クッキングシートとかを一回りぐらい小さい丸に切っていただいて、それに沿って切っていただくといいかなと思います。ではね、切っていきます。はい、OK です。で余った部分はね、そのまま召し上がってください。はい、こんな感じで切りました。ということで、スポンジはこの2枚使っていきます。スポンジの準備はこれで OK です。続いてスポンジケーキに塗るコーヒーシロップを作っていきます。材料はこちらです。インスタントコーヒー、グラニュー糖、お湯、こちらの3つの材料で作っていきます。ちょっとね、大人っぽい味にしたい場合はブランデーまたはラム酒などを入れていただくといいかなと思います。その場合はだいたいね、小さじ1杯から2杯ぐらいがおすすめです。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。はい、それではコーヒーシロップを作っていきます。器にインスタントコーヒー、そしてグラニュー糖、あとはここにお湯を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、グラニュー糖とインスタントコーヒーがしっかり溶ければ OK です。それではこちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてティラミス生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。マスカルポーネ、生クリーム、牛乳、グラニュー糖、卵黄、粉ゼラチン、お水。ティラミス生地はこちらの材料で作っていきます。まずですね、生クリームなんですが、こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。あとは今回卵黄しか使わないので卵白が余ります。この卵白はですね、私のチャンネルで卵白だけ使ったレシピもご紹介しているので、そちらの動画を見ながら活用していただけたらと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは続いてティラミス生地を作っていきます。ティラミス生地はですね、粉ゼラチンを使うんですが、こちらの粉ゼラチンを一番初めにふやかしておきます。容器に粉ゼラチン、そしてお水を入れます。でこれをよく混ぜましょう。は
はい、OK です。少しね、とろみが出るまで混ぜてください。こちらのゼラチンは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてボウルに卵黄を入れます。そしてまずホイッパーで卵黄を崩してください。そしたらね、この中にグラニュー糖を入れます。でこちらも同様にですね、グラニュー糖は卵黄の水分を吸ってしまいますので、必ずね、加えたら手早く混ぜるようにしてください。では加えます。そしてすぐ混ぜましょう。あとはですね、白っぽくもったりするまで泡立てます。はい、OK です。今ね、1分ほど泡立てました。そうするとこのように白っぽくもったりした感じになります。グラニュー糖自体はね、だいたい5割から6割ぐらい溶けてれば OK です。そしたらですね、ここに牛乳を加えます。まず半分加えて混ぜましょう。そしてしっかり混ざったら残りの牛乳を加えます。そして混ぜます。で今度はね、グラニュー糖がしっかり溶けるまで混ぜてください。はい、グラニュー糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。そしたらですね、こちらは今から火入れしていくので、こちらの小鍋に移していきます。それでは今から火入れしていきます。火入れする時の注意点なんですけれども、まず沸騰させないように火入れすることと、あとはごく弱火でじっくり火入れしてください。これを中火とかね、強火で加熱してしまうと卵が固まってしまいますので、十分に注意して作ってください。では火にかけます。はい、このぐらいのごく弱火です。そしたらこのように混ぜながら、だいたい3分から4分ぐらいかけて火入れしていきます。はい、 OK です。今ね、4分加熱しました。こんな感じでね、とろみがつけば OK です。途中でね、火がちょっと入りすぎそうだなと思った時は、一旦火から下ろして、しばらくね、火から離してよく混ぜて、その後ね、また戻して加熱し続けてください。沸騰させてしまうとね、台無しになってしまいますので、沸騰させないようにだけ十分に注意してください。そしたら火から下ろします。はい、火から下ろしました。火から下ろしたら、こちらふやかしておいたゼラチンを入れます。ゼラチンはね、必ずふやかした状態で加えるようにしてください。でそのまま入れてしまうとつぶつぶができてしまいます。ではこちらこのまま入れます。そしてこの熱でゼラチンを溶かしていきます。でこのようにね、ゼラチンをふやかしていただくと、きれいにね、溶かすことができます。はい、ゼラチンがきれいに溶ければ OK です。そうしましたら、こちらの生地は一度こしましょう。それでは茶こしでこしていきます。はい、 OK です。このようにこしてください。ではこちらは使うまでこのまま置いておきます。はい、それでは続いて生クリームを泡立てていきます。ボウルに生クリームを入れましょう。通常生クリームを泡立てるときは氷水に当てて泡立てるんですけれども、今回の場合はね、冷え冷えにしてしまうとゼラチンと加えたときに舌触りが悪くなってしまいますので、氷水に当てずに泡立てていきます。でどうしてもね、泡立ちにくいときは、最初ね、少しもったりするぐらいまで氷水に当てて、その後氷水を取り外して最後泡立ててください。では角が立つぐらいまで、だいたい7分立てぐらいまで泡立てていきます。はい、生クリームは OK です。このようにピンと角が立つまで泡立ててください。ではね、こちらは使うまでこのまま置いておきます。続いてマスカルポーネです。こちらのマスカルポーネはゼラチンを加えた生地と合わせていくんですけれども、こちらのマスカルポーネが冷たい状態で加えてしまうと、ゼラチンのつぶつぶが出てしまう時がありますので、一度軽く電子レンジで加熱します。電子レンジ 600W で30秒加熱しましょう。はい、加熱しました。で加熱したら泡立て器で滑らかになるまでしっかり混ぜてください。はい、 OK です。このようにクリーム状になるまでしっかり混ぜるようにしてください。それではこちらのゼラチンを加えた生地と、あとはマスカルポーネを合わせていきます。この中に入れましょう。そしてよく混ぜます。はい、このように綺麗に混ぜてください。ではこちらの2つの生地を合わせていきます。まずこちらの生地に生クリームを1すくい入れてください。でこの時にね、生クリームが少しだれてる時は軽く泡立ててから加えるようにしてください。そして混ぜましょう。1回目はね、結構しっかりめに混ぜちゃって OK です。でしっかり混ざったらもう1すくい加えます。そして混ぜましょう。そしてもう一すくい入れます。
そして混ぜます。徐々に徐々になじませていってください。はい、そして最後加えます。だいたい4回ぐらいに分けて加えてください。そして混ぜましょう。はい、 OK です。このようにふわっと混ぜてください。でもしね、ゴムベラで混ぜにくいときは泡立て器でね、ふわっと混ぜていただいても大丈夫です。ティラミス生地はこれで OK です。それではね、型に敷き詰めていきます。まず一番底の部分にスポンジ生地を入れます。でこちらはね、くり抜いてないそのままの方ですね。こちらのスポンジを一番下に敷き詰めます。はい、こんな感じです。スポンジケーキを入れた時にちょっと隙間がある時は少しね、こうやってスポンジケーキを押して、そしてね、隙間がないように敷き詰めてください。ここでね、隙間があるとムースがね、流れ出ちゃう時があるので注意してください。はい、このようにしっかりと敷き詰めてください。そしたらですね、こちら作っておいたコーヒーシロップを具の部分に軽くね、こうやって叩いていきます。あんまりね、これやりすぎるとスポンジが柔らかくなっちゃうので注意してください。はい、 OK です。そしたらですね、こちらティラミス生地を流し入れていきます。だいたいね、半分ぐらいまでまず入れましょう。はい、このように半分まで入れてください。そしたら一回り小さくくり抜いたスポンジを入れます。真ん中に置きましょう。よいしょ、軽くね、気持ち押し込んでください。はい、そしたらまたこちらのコーヒーシロップを表面にはたいていきます。この真ん中のはね、さっきよりもちょっと多めにはたいていただいて大丈夫です。それではここにまたティラミス生地をかぶせていきます。はい、 OK です。それでは一度こちらを冷蔵庫で1時間冷やします。ではね、生地が少し余ったのでこちら絞り袋に入れてトッピング用として使っていきたいと思います。まあ、口金はね、何でも大丈夫なんですけれども、今回私はね、こういったちょっと変わったね、口金を使っていきます。どんな感じで出るかはね、この後お見せしたいと思います。でこれをね、絞り袋にセットします。はい、そしたらね、容器に入れ込むんですけれども、入れた時に生地が流れ出てこないようにこの部分をね、一旦こう立てて、そして容器の中に入れていきます。こんな感じです。このような状態で容器に入れてください。そしたら余った生地を入れていきます。はい、 OK です。あとは絞っていくんですけれども、今ねかなり緩い状態なので、軽くねここを封をして冷蔵庫で1時間ほど冷やします。はい、それではね、1時間経ったのでデコレーションしていきます。ではいきます。はい、こんな感じでデコレーションしました。それではね、最後このまま冷蔵庫で半日しっかり冷やし固めます。はい、冷蔵庫で半日しっかり冷やしました。このように美味しそうに仕上がってます。それでは今から型から取り出していきます。で取り出す時はですね、この型よりも背の高いこういったコップなどを用意してください。そうしましたら、型の周りを温かい布巾で少し温めます。5秒から10秒ぐらいですね、当ててください。であんまりね、ここで当てすぎると溶け出してしまうので注意しましょう。そうしましたら、このコップの上にこの型を置きます。そしてこの側面の型だけ下に下ろします。はい、こんな感じです。底の部分はつけたまま一旦まな板の上に置きます。そして最後、仕上げにココアパウダーを振っていきます。底の型とスポンジケーキの間にパレットナイフを入れます。パレットナイフを入れたら、あとはね、こちらをスッと持ち上げて、そしてお皿に移します。よいしょ、はい、これで完成です。はい、これでティラミスケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。デコレーションはこんな感じにしてます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこのように仕上がってます。とても美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。すっごく滑らか濃厚でとても美味しいです。このティラミス部分がすごくふわっとしてますね。このスポンジのほろ苦さがまたいいですね。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のティラミスケーキのポイントです。まずスポンジを作る時のポイントです。今回はココアスポンジを作りました。でこのスポンジを作る時に卵を泡立てるんですけれども、全卵で泡立てるとね少し泡立ちにくいので湯煎に当てながら泡立ててみてください。そうすると泡立ちが良くなります。その後薄力粉を加えてふわっと混ぜてから溶かしたバターと牛乳を加えます。この2つを加えるとですね少し泡が潰れやすくなるので手早く混ぜるようにしてください。ここで混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなる原因となりますので、混ぜすぎずにかつ均一に混ぜるように混ぜるようにしてください。そしてスポンジケーキが焼き終わった後なんですけれども、冷ますときはスポンジケーキを逆さまにして冷ますようにしてください。そのまま冷ましてしまうと下の方に生地がギュッと凝縮されてしまってふわふわ感が半減してしまいます。これを逆さまにしていただくことで全体がふわふわっとした生地をキープすることができます。そしてティラミス生地を作る時のポイントです。まず作る前に必ずゼラチンをふやかしておいてください。ゼラチンはふやかして使わないとつぶつぶが残ってしまいますので十分に注意していただけたらと思います。そして卵黄、グラニュー糖、牛乳を混ぜた後に火を入れていくんですけれども、この時は必ず弱火でじっくり火入れするようにしてください。これを中火とか強火でやってしまうと卵は固まってしまいます。弱火で加熱していても火が入りすぎてしまう時があるので、ちょっと怪しいなと思ったらすぐ火から下ろして、火から下ろした状態で軽く混ぜて落ち着いたらまた火の上に戻して加熱し続けてください。だいたいね3分から4分ほど火入れしていただけたらと思います。あとはですね少しずつ合わせながらふわっと混ぜるようにしてください。そして型に敷き詰める時のポイントなんですけれども、まず一番下にスポンジケーキを敷いて、その上にコーヒーシロップを少し染み込ませてください。あとはですねティラミス生地を絞って一回り小さくしたスポンジケーキを乗せて、そしてまたコーヒーシロップを染み込ませてください。あとは表面が平らになるようにティラミス生地を入れていただいて、出来上がったら1時間冷蔵庫で冷やしてください。そして少し生地が余ると思うので余った生地は絞り袋の中に入れて、こちらも1時間ほど冷蔵庫で冷やしてください。でこの冷やす時間なんですけれども、絞り袋に入れた生地が絞り出せるぐらいの硬さになるまで冷やしてください。でこれね冷蔵庫の種類だったりとか、あとは作る環境によってもちょっと変わってくるので、冷やす時間は様子を見ながら調整していただけたらと思います。それぞれね作り方の工程に少しずつポイントがありますので、ポイントをおさらいしながら作っていただけたらと思います。とても濃厚で美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はティラミスケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。